ここにいろんな物質や物体を書いてんけど実はある法則によって左側と右側を分けていますその法則ってんかわかるかな左側はろうそくとか砂糖鉛筆の芯とか炭アルコールの一種であるエタノールなんかがあって右側はガラススチルール鉄アルミニウムとか食塩二酸化炭素がありますこの違いんかわかるかな左側は全て有機物 なな。のに対して、ては無機物やね有機物って何か覚えてる有機物っていうのは炭素を含む物質で無機物っていうのは炭素を含まない物質のことやねんなこの動画では有機物の燃焼について見ていきましょう有機物はさっきも出てきたけど炭素を含む物質な燃焼って覚えてるかな光を出しながら反応する激しい酸化のことでした。 有機物の一種であるろうそくを周期瓶の中に入れて加熱しましたそうするとどうなるかこの周期瓶の内側にある液体が付着しているっていうのが分かってなこの液体の正体を確かめるためにもともと塩化コバルト紙っていうのは青色やってんけどこの液体につけることによって赤色に変わってな この塩化コバルト紙のこの色の変化からこの液体っていうのは水っていうのが分かりました反応した後、この周期便の中に石灰水を入れて振りましたそうするとどうなるかというと石灰水って元々透明やってんけど白く濁ったっていうのが分かってるな石灰水が白く濁ったことからこの中には二酸化炭素が含まれているっていうのが分かりました この結果から、ろうそくっていう有機物を燃焼させると、二酸化炭素と水が出てくるってことが分かってな。有機物っていうのは、炭素を含んでんな。炭素っていうのは元素記号で言うと C。で、酸素は O2 やったな。C と酸素が反応すると、二酸化炭素が出てくるね。 有機物の中には必ず炭素が含まれてて燃焼する酸化させることによって二酸化炭素が出てくるっていうのは炭素と酸素が反応するってことからきてんなま,また今回水が出てきてんけど水っていうのは化学式で書くと H2O やなじゃあ酸素と何がくっついたら水の H2O になると思うこれは 水素っていうのと酸素がくっつくと初めて水っていうのができねな有機物の中には必ず炭素が含まれているので二酸化炭素っていうのは燃焼で必ず出てきますただ多くの場合有機物の中には水素も含まれているから有機物を燃焼させることによって水っていうのも出てくんねな必ず出てくんのはこの二酸化炭素は必ず出てきて 多くの場合、同時に水っていうのも出てきます。